オンラインライブギャラリーよりお届けしております。ピカレスク店長の松岡です。現在は東京は渋谷区代々木参宮橋のお店からも営業などさせていただいております。早速、ひろみさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はもう一日寒かったですね。ちょっと日に日に寒さが増してきまして、焼き芋とか肉まんとかあんまんとかね、酢豚とかホイコーローとか炊きたてのご飯とかいろいろ食べたくなる今日この頃ですけれども、このライブ配信では、毎、火曜日、あ、違う、夜の8時から8時半までの間、現在ピカレスクで常設でお取り扱いさせていただいております。作家様方の作品3点をピックアップしてご紹介差し上げる、店長によるライブ配信をお送りさせていただいております。あ、ひろみさんね、ありがとうございます。ひろみ先輩、ありがとうございます。そして、わあ、のんかり先輩、川越先輩、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あ、川越先輩もね、コメントありがとうございます。こんばんは。もうね、ちょっと寒すぎて、なんだかこう、体の関節が固まりつつある店長ですけれどもね、なんとかね、こう、ちょっとぬくもりをね、感じながら、こう、これからね、やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あー、のんかり先輩もありがとうございます。いやー、本当にね、寒いですね。なんかあったかい。こうね、なんか、ねえ、豚肉がいっぱい入ったコンポタージュスープとかをね、飲みたくなる今日この頃ですけれども、ついにね、ついに、12月ももうすぐ今年も終わり、2020年ももうすぐ終わりということで、ちなみに来週です。来週というか今週ですかね、の、19日、12月19日、12月19日から、ピカレスク今年最後の個展、生竹誠さんの、個展が始まりますので、どうぞね、お見逃しなくという気持ちでおります。はい。また、12月19日は、アドマチック天国ですね。アドマチック天国というテレビ番組の方にも、ピカレスクが何らかの形で紹介される予定なので、ぜひそちらもね、ご視聴いただけたら嬉しいなと思います。そんなわけで、本日ご紹介させていただきます、アートセットのテーマを発表したいと思います。今日の、アートセットのテーマは、2025年の、あの人からの手紙、2025年の、2025年のあの人からの手紙というテーマで、本日はアートセットのご紹介をさせていただきたいと思います。ちょっとね、こう懐かしいような、切ないような、SF のような、何ですかね、何だろう、このテーマは 何なんだろう。なんとなく、でもね、なんか結構今日はちょっと作品ベースで、なんかね、フィーリングで選ばせていただきましたが、なんかね、選んだ作品3点から、生み出された言葉というのがね、2025年の、あの人から私へみたいなね、そんな、テーマで今日はお送りしたいと思います。それでは、まず初めの作品をご紹介したいと思います。本日ご紹介差し上げます1点目の作品はこちらでございます。じゃがじゃん。なんかちょっとね、今月に入ってから朝見る参率が高いかもしれません。現在画面に映っておりますこちらの作品は、ピカレスク常設アーティストでいらっしゃいますアサミルさんが描いてくださいました、キャンバスのアクリルと水彩、そしてジェッソを使って描いた作品ですね。先日のアサミルさんの東大から西へという大変美しいブルーのグラデーションが魅力的な、水彩画の作品ですね、をご紹介させていただいたかと思うんですけれど、こちらはより一層ね、水平線といいますか、淡い色合いと、その遠くの人影のようなね、何かがこういるというのが、何でしょう、すごくこう、トーベ・ヤンソンの小説の1ページの、トーベ・ヤンソンの小説のワンシーンに登場するような、ちょっと不思議な情景が描かれている本作ですね。こちらはタイトルが「ほとり」と言います。ほとりですね。ひらがなでほとりと言います。
アサミルさんは2021年にもピカレスクで個展をご開催くださる予定なんですけれども、そちらの個展のタイトル自体に、ほとりというワードが入っている予定となっておりますので、ちょっとね、全体のタイトルはまた後日改めて発表させていただくとして、でもおそらくそのほとりという言葉概念、ほとりという言葉、概念、観点が、アサミルさんが作品をご制作する上で、とても大事な、世界の切り口なんだろうなっていうのも思ってますね。アサミルさん。ああ、のんかり先輩、コメントありがとうございます。アサミルさんという、そうです。アサミルさんですね。なんかこの縁とかもね、ちょっと個人的にはお気に入りだったり。なんか、アサミルさんはね、世界と自分との距離がすごくしっかりとある方だなと思っていて、なんかしっかりあると同時に、なんかそれが揺らぐこともあまりないんですよね。世界と自分の決められた距離感の中で、なんか常に生きている感じが、すごく、アサミルさんならではの、作品の空気感っていうんですかね、空気感とかトーンっていうんですかね、が生み出されるきっかけにもなってるんだろうなって思うんですよね。あ、ヨンゴ先輩、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか顔だけ突然出すと、ちょっとなんかね、すごいなんか衝撃映像みたいで申し訳なかったですね。ちょっと心臓に悪くなかったことを願うばかりですけれど。アサミルさんね。面白いです。アサミルさんは現在鹿児島県鹿児島市に、ご在住されて、ご在住されていらっしゃいまして、結構日常の風景の日常の暮らしの中で出会った風景や、物々たちを絵にされることが多いということでしたので、きっとこの絵に描かれている情景というのも、アサミルさんが鹿児島での暮らしを通じて出会われた風景なのかなというふうに思ってますね。裏にこんなふうにね、2018、ほとり、朝見る。これですね、朝見る。このなんか文字の書き方もね、すごく可愛いなと思いますけど。アクリル、水彩、ジェッソ、キャンバス。そんな、アサミルさんの本日一作品目は、アサミルさん アサミルさんじゃ、よいしょ、ちょっと一回戻りましょう。そんなわけで本日ご紹介させていただきました、2025年の彼から2020年の私へというテーマで、最初にピックアップさせていただきました、作品は、アサミルさんが描いてくださいました、ほとりというタイトルの、作品でございました。こちらは1点8000円プラス税、送料別でのご案内となっております。あ、はずまえ先輩、小島先輩、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜もピカレスク店長が自由気ままなアートセットのご案内の配信をお送りさせていただいております。ほとりでしたね。続きまして、2点目の作品のご紹介に参りたいと思います。2点目は、こちらです。こちらでございます。よいしょ、ちょっとどいてね。2025年の彼から2020年の私へというテーマで選ばせていただきました。本日2点目の作品は、現在画面に映っております、ピカレスク常設アーティスト、工房美恵さんがご制作くださいました、一輪挿し花入れでございます。こちらは陶器で作られている花入れとなっておりますので、お水をね、たっぷり入れていただいて、生のお花を、生けていただくもよし、ドライフラワーをたっぷりとまた入れてね、ふわふわほわほわにして、インテリアとしてね、より幅広くお楽しみいただくのもよしという、そんな花入れとなっておりますが、この花入れの大きな特徴、個人的にね、あ、いいなと今日じっくりと見ていたポイントとしましては、もうとにかくこの淡い美しいグラデーションですよね。先日も
アサミルさんの絵をご紹介させていただいた際にも、そのすごく上と、上？どっちだっけ？上が白くて下が青いんですね。上が、なんでちょっとこう逆さ、逆といえば逆ですかね。こういう、多分、アサミルさんの先日の絵は、上がこう白っぽくて、下が海の色で水色になっていて、それがね、とてもこう美しいグラデーションとなって、描き出されていたかと思うんですけれど、こちらの弘法美恵さんの花入れはまたちょっとね、それをどこか思い出させるような、また繊細で美しい、このクリーム、なんかこう、店長的にはカプチーノブラウン、カプチーノベージュと呼んでるんですけど、このカプチーノベージュみたいな色と、この若草色というんですかね、この色の移り変わり、淡い、表現というものがとても美しいな、素敵だなと思いまして、本日ちょっとこれをね、2点目に選ばせていただきました。そうですね。こちらが、価格が1点、1300円プラス税、送料別でのご案内となっております。結構兼ねて、普段は、その、みえさんの花入れも、こう、ドライフラワーとかが入っている状態でご紹介差し上げること多いんですけど、なんとなくこれは、もうこれだけでいいかなって、もう本当その、もちろんお花をね、入れていただくのも全然本当素敵でいいなと思うんですけれど、まあ今日のこれに関しては、もうこれ自体そのものが、ちょっとこうオブジェと言いますか、こう置いて飾る、見て愛でるもの、こう使うものというよりかは、見て愛でるものとしての、なんかすごく魅力があるんじゃないかなと、今日の店長のフィーリングで選ばせていただきました。そんなわけで、2025年の彼から2020年の私へというテーマで選ばせていただきました。2点目の作品は、ピカレスク常設アーティスト、弘法美恵さんの陶器の花入れでございました。なんかまたちょっと黒背景になるとね、少し印象が変わって、ギリギリのね、この黒背景。いや、いいですね。なんかすごい店長が 不思議な感じで写ってますけど。はい。そして本日最後のやつですね。最後のやつをご紹介させていただきたいと思います。最後はちょっと、原画ではないんですけれど、ちょっとポストカードをね、ご紹介させていただこうかなと思います。最後はこちらです。じゃじゃん、あれれっていう。あれれ？見覚えがあるかな？ないかな？どうかな？こちらは、ピカレスク常設アーティスト、スタジオ七星さんのポストカードです。じゃじゃじゃーんということですね。今までピカレスクで七星さんのポストカードのお取り扱いはしていなかったんですけれど、今回ね、ちょっととある様々な経緯がありまして、まあもちろんね、いつか機会があればと思ってたんですけれど、まあすごくね、ラッキーなことが、立て続けに起こりまして、そして結果的にね、七星さんのこのポストカードもお取り扱いさせていただくことになったんですけど、これがね、なんかちょっとこう、今日の、なんていうんですかね、そのセットの、これ袋から出そうかな。すいません、ちょっと袋から出そう。なんとなく今日のセットの雰囲気、空気感になんかこうしっくりくるんじゃないかなと。あ、田島先輩、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。ここではね、見た方がみんな先輩と呼ばれる。もう店長はみんなの後輩でいたい。後輩っていいですよね。もう一生後輩でいたいという、そんな気持ちですけれど。こちらですね。七星さんの、ポストカードでタイトルは、時々白と時々雪と、時々白と時々雪とというタイトルのポストカードですね。もちろんね、このカード1枚でもすごく素敵ですし、まあそれこそお手紙とかね、書くときにも、これはね、もうドンピシャにいいんだろうなっていう、もう ドンピシャですよね。かわいいなと思って見てて、ちょっと裏側もね、くるっと。ああ、ひろみさん、ひろみ先輩、コメントありがとうございます。七星さんのポストカード、素敵。冬が詰まってる。ねえ、そうなんですよ。ポストカードということでね、時々白と時々雪と。ねえ、本当にすごく素敵な冬がね、キュッと詰まっていて。近々、通販でスタジオ七星さんのポストカードセットもね、始められたらいいなと思っておりますので、ちょっとその日までね、しばしお待ちをというか、なかなかね。でもこれ左右にこう月があって、なんか店長はなんだろう、これ、なんか狐とか、あとフクロウ。でもフクロウに見えませんか？
これ多分フクロウですよね。ここが目で、これがくちばしで、これが体で。なんかフクロウなのか、キツネなのか、でもちょっと猫にも見えるんですよね。これ目が猫で、鼻で、猫のあの口がカパッと開いてたら、すごい可愛くないですか？なんか、冬のちょっと、なんか不思議、冬に起こった不思議な出来事って感じがして、なんか可愛いなと思って見てたんですけど。ねえ。まあそんなわけで、本日、2025年の君から2020年の私へというテーマで、セレクトさせていただきました。本日最後の3点目の、アイテムは、スタジオ七星さんによるポストカード、時々白と時々雪とでございました。こちらは1点150円プラス税にて、店頭にてご紹介しております。どこかのタイミングで七星さんのポストカードセットの通販もできればいいなというふうに思っておりますので、まあ、機会がありましたら、ぜひね、どうぞよろしくお願いします。猫ということで。はーい。なんかね、なんか、うちわ、七星さんのうちわとかあっても絶対可愛いですね。今のなんか、パタってした感じから、すごくちょっとキュンってしちゃいましたけど。あー、かおるとこ先輩、かおるとこ先輩、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすっかりとね、寒い、12月のただ中となってまいりましたが、お元気でお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。店長は寒くて寒くて、もう本当に どうしたもんかというね、感じですけれど、まあ、アートを見て心穏やかにね、荒れるようにいたいと思います。それでは、本日これでですね、2025年の彼から2020年の私へというテーマで、ピックアップした作品3点のご紹介が終わりましたので、これからその3点を並べて、どんな風に見えるかということを、ご紹介してまいりたいと思います。ではちょっとカメラを先に、今日は先にカメラを動かしましょうかね。よいしょ。よいしょっしょ。よいしょっしょっしょ。オッケー。慣れてきた気がするな。よし、よし、よし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 。はい。大丈夫かな？これで本当に大丈夫かな？よいしょ。はい。そんなわけでですね、まず今画面に映っておりますのは、本日一番最初にご紹介させていただきました、ピカレスク常設アーティスト、アサミルさんのアクリル画、そして水彩画作品、ほとりでございますね。あ、三男のユージさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらがまず1点目の作品でございます。ね、とてもこう、美しいですね。はい。あ、かまぼこ先輩、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。サンデーナイトフィーバーということで、本日2025年の彼から2020年の私へというテーマの2点目はこちらでした。ポーポーミーさんの花入れです。これね、配置ですよね。配置はちょっとずっと悩んでて、でもね、なんかこの感じなんですよね。まあ、先日もあの朝見るさんの水彩画と、小野川直樹さんの、あの折り鶴のかんざしを組み合わせて置かせていただいたかと思うんですけど、結構何でしょうね、ちょっとこう不思議な、決定的な欠落みたいなものがこう、欠落というんですかね、欠落でしたり、なんかその極限までの、なんか極限までの緊張感と、その場から何かが欠落しているっていう時の緊張感、なんて言うんだ、あれ？緊迫感か。緊迫感と、なんか大事な何かが欠落していることによって生まれる緊張感ってすごく似ているなって思うことがあるんですけど、なんとなく朝ミルさんの場合は、なんかそういうちょっと不思議な緊迫感と、でもすごくこう美しい、なんか安らかな、なんかこう空気感みたいなものが同時に作品にこう内包されている気がして、すごく面白いなと思うんですけど、なので、なんでしょう、この弘法名さんの花入れも、なんかあえて花を入れずに、なんかその、バッサリその、なんでしょうね、バッサリとそれが、そぎ落とさ、花の気配がそぎ落とされている花入れぐらいがね、いいのかなっていう気がして、ちょっとね、置かせていただきました。そして、これを完全に打ち崩す、
なんでしょう、これ、ポーカーとかで言ったら、なんかすごい、なんですかね、なんか、ポーカーよくわかんないんですけど、なんか、ウルトラスマッシュみたいなのありますよね。多分ここに七星さんのカードを置くのが、多分そのポーカーにおける、なんかめちゃ強い技なんですよね。なんか、ウルトラスマッシュみたいな感じで、ここに七星さんのカードが来るわけですよね。ね、なんかこれで、こう、なんかすごいこの空間が変わったと思いませんか？ なんかね、これで変わったと思うんですよ、店長は。決定的に何かがここにあるのとないのとで。多分ここだけだと、その2020年の私なんですよね。2020年の私から、私に2025年の彼から何かが届いたという、まあそういうことです。はい、そういうことです。こう、崩すってことですね。打ち崩す。その現状とか現在を打ち崩すということを視覚的に行うことで、こう自分の感覚とか、その思考回路ですとか、そのまあ物の見方とか、そのシリアルに今日は牛乳ではなくて、その牛乳を入れるのではなくて、あえてこうね、ちっちゃなあんこの周りにコーンフレークをまぶして食べてみようみたいな、なんかそういうちょっとこう、違う未来ですよね。その現在を視覚的に、こう、現在を視覚的に崩すことによって、想定していなかった未来の選択肢を無意識的に増やすということの面白さは、お煎茶とかのなんか茶会みたいなのに出てこう知って面白いなと思ったので、なんかそんなことをしてみました。なんかこれだったら、まあもうこれはね、もういいんですけど、そう、なんかその、現在において2025年の2025年の彼というのは、多分2025年の私と思ってもいいと思うんですよね。なんかそういうことでした。はい。なんか伝わったかな？でもとにかく、なんでしょう。こう、なんか美しさとか安らぎとか健やかさみたいなものを、こう、とても居心地良いリズム感で伝えてくれる作品の組み合わせというものは、とても楽しくて、店長は大好きなんですけれど、同時にそれを、こう、なんでしょうね。こう、酔拳のように、たおやかに、こう、崩す。なんかその、なんかものすごく極限までこう、トレーニングされた膝カックンみたいなことですよね。これは極限までにトレーニングされた膝カックンで、膝カックンされた人は、それをされたことに気づかず、なんかもう、ふと我に返ったら、なんかふかふかのソファーに座ってるみたいなことですね。うん。あ、かまぼこ先輩、コメントありがとうございます。解説を聞いて、目も脳も喜んでおります。あら、そうですか。こんなね、なんかちょっと、店長もね、だいぶ、あれ、私は今一体何を言ってるんだろうって、若干ドキドキ。いや、ちゃんと分かってはいるんですけど、ちょっとね、こんなことを話していいのかしらっていうドキドキ感の中で話しておりますが、よかったです。嬉しいです。ありがとうございます。そんなわけで、自分の無意識を、その自分の無意識をさらに上の無意識で、こう、自分の中にある無意識をまた別の無意識から操作してあげる。なんかそれをすることによって、その自分の意識と無意識が、こう、いい作用を与え合って、その、まあ、未来の選択肢が知らず知らずのうちに増えていく楽しみということは、すごくいいことですよね。はい、そんなわけでした。あ、川越先輩、ありがとうございます。このセット、落ち着きますね、という。ああ、嬉しいですね。これは結構ね、なかなか、多分、やっぱ、ミネさんがね、すごくいい、また仕事をされてるんですよね。多分、これだとダメなんですよ。なんか、これだと、なんていうんですかね、こう、うまくいかなかった KinKiKids とか、その、なんかその化学反応の起きなかったケミストリーとか、なんかそういう感じなんですよね。なんか最初から
最初からなんかこう噛み合わなかったミニモニみたいな感じになっちゃうんですけど、ここにこの花入れが入ることによってちょっとね、こうまろやかになる、つなぎになるっていうんですかね。こうトマトとチーズ、そのトマトチーズ生地ピザみたいなことですね。はい。いや、でも良かったです。すごい嬉しい。ありがとうございます。ぜひね、皆様も、2020年がもうすぐ終わろうとしておりますが、どこかね、こういった、まあ、美術、芸術も、その見て楽しむものですね。見て楽しむものを、普段自分が、こう、意識的に選んでいるものと、意識的に選んでいないものをあえて組み合わせることによって、どんな、なんていうんですかね、何が起こるかっていうのを、ぜひね、試していただいて、ちょっとこう、脳に予期せぬ刺激を、なんかこう、プレゼントしてあげたら、またこれからのね、こう、先の見えない、こう、この状況、先がこう、あんまりはっきりと見えるようで見えない、こんな状況だからこそ、ちょっとこう、なんかカジュアルに自分のこう、未来を想像する、楽しむ力、自分の未来を想像する楽しむ力がね、手に入ったらいいんじゃないかなと思います。あ、ひろみ先輩、コメントありがとうございます。爽やかな風が吹いてきます。夏から冬へつなぐ。ああ、でもそう、そう、あ わあ、どうしよう、店長気づかなかった。本当ですね。これがね、こう、あさみるさんのちょっとこの描いている情景がちょっとこう夏っぽくて、七星さんがこのポストカードのね、絵で表現されている冬っぽい感じ。この二つをこう、つなぎ合わせる。なので、まあそういった意味もあって、これに花を入れない方がいいのかもしれないですね。またここに、例えば春の花、秋の花を入れてしまうと、ちょっとね、複雑になってしまうかもしれないですし、かといって夏の花、冬の花を入れてしまうと、多分そのね、多数決みたいなことになってしまうかもしれないですね。川越先輩、コメントありがとうございます。鼻から空気吸いたくなります。なんか香りがする。なんか嬉しいですね。そう、鼻呼吸ね、健康にもいいですからね。鼻から呼吸か。なんかこう目をつぶっ、この3つをこうよく覚えて、目をつぶって、なんかゆっくりこう鼻呼吸をしながら、こうね、眠りに入眠しようとすると、なんかすごいことになりそうですね。なんかね、新しいこう世界へとなんか旅立てそうな気がします。そんなわけで、ありがとうございました。ちょっとつい喋りすぎてしまって、もうこんな時間であるということにね、驚きを隠せない店長ですが。ありがとうございます。もう今日もね、皆様にご視聴いただけてありがたやでございます。最後に、それぞれの作品の情報についてのご案内をさせていただきたいと思います。まず、本日ご紹介させていただきました、こちら1点目の作品ですね。こちらは、ピカレスク常設アーティストのアサミルさんが、描いてくださいました、小鳥というタイトルの、アクリル絵の具と水彩絵の具を組み合わせて描き上げてくださいました作品でございます。アサミルさんは1月、2021年の1月の後半に個展もご開催くださる予定となっておりますので、オンラインでも開催いたしますので、ぜひぜひお楽しみになさってください。そして、本日2点目にご紹介、で、こちらの小鳥が1点8000円プラスで送料別でご案内しております。そして本日2点目にご紹介させていただきましたのは、こちらの工房美恵さんの、陶器の花入れですね。こう淡く、うっすらとグラデーションが施されたこのグリーンからね、カプチーノベージュまでのこの淡い色の移ろいがとても美しい、花入れとなっております。こちらの価格が1点1300円プラスで送料別でのご案内でございます。そして本日最後にご紹介させていただきました、12月からお取り扱いスタートしましたスタジオ七星さんのこのポストカードですね。こちらちょっと現在は店頭のみでのご紹介となっておりますが、こちらは1枚150円プラス税で、タイトルは、時々白と時々雪と。
時々白と時々雪子というタイトルのカードとなっております。はい、そんなわけで本日もは、2025年の彼から、2020年の私へというテーマで、アートセットのご紹介をさせていただきました。ちょっとね、なんか不思議なテーマ設定ではございましたが、皆様にね、こう見てお楽しみいただけたのであれば、それにね、それ、あ、ちょっと待って、それほど嬉しいことはございませんということで、そんなわけでございました。明日のインスタライブ配信はお休みをいただきまして、また、火曜日から、来週、毎週火曜日から、日曜日までの夜8時半に、違う、8時から8時半にお送りさせていただいております。また今年の営業は12月27日まで、毎週火曜から金曜が11時から16時、土日祝が13時から18時までの営業となっております。1月1日からは、百花繚乱ヒーロー展という、ヒーローをテーマにしたハガキサイズの、アート作品展、129名の、アーティストの皆様にご参加いただきます大規模グループ展、そして日本画家飯田彩香さんの個展も開催予定となっておりますので、どうぞお楽しみになさってください。また今週の土曜日12月19日は生竹誠さんの個展もスタート予定です。ぜひ合わせてそれぞれ店頭オンラインで展開予定なのでお楽しみいただけますと嬉しいです。はい、そんなわけで本日もお送りさせていただきましたのは、私にちょうどいいアートをオンラインライブギャラリーよりお届けしておりますピカリスク店長の松岡でした。ありがとうございました。一旦これで録画を終了します。ありがとうございます。